ないと思いますので、お忙しいでしょうから、あのベンチとかあのできれば座り込みよろしくお願いします。海上保安庁の職員の皆さん、沖縄の辺野古から来ました。あなた方がやっていること、自分たちは把握していますか？現場で行っていること、自分たちは把握していますか？もちろん知ってますよね。先週1週間、女性に対する暴行、私たちは絶対に許しません。今日、あなた方の海上保安庁の職員の動きはほとんども把握しています。私たちはそれでゲート前で今日も30分あなた方の職員を止めました。これから毎日毎日あなた方の動きを把握しています。県民があなた方を監視しています。私たちは一人一人、あなた方職員も一人一人監視していきます。あなた方がやっていることを表に出していきます。あなた方それでこれからこの日本で仕事をやっていけると思ってるの？あなた方がもともとやっていく仕事は海を守ること、日本の海を守ること、日本の美しい海を守ること、そういうことを書いてるじゃないですか。でも実際に行っていることは女性やほとんど子供に近いような人たちに暴力を振るっていること、それをあなた方今容認しているんですよ。安倍首相があなた方が今回基地を建設するのきちっと守ることができなかったらあんた方将来ないというふうに脅したというのも私たち耳に入っています。だけどそれであんた方いいの？それでそんなことで自分たちの仕事を怪我していいんですか？もうすでに現場の海上保安庁の職員の心は乱れ切っています。この間私たちの仲間である艦隊がその職員にあなた方の子供に対して自分たちのやってる行為を説明できますかと聞きました。なんて答えかと思いますか？自分の子供はまだ小さいからこんなことわからないよって呆れたことを言ったんですよ。もうすでに自分たちの行動に対して自虐的になって、もう心がそこからですね離れてしまって、自分がやっていることを自分の行為だと受け止められないような心の状態になっているんですよ。あなた方は現場でどのような状態に職員がなっているかというのをしっかりと管理してください。私たちは全員がそういった職員でないことも知っています。9割の職員は私たちに対しても紳士的に接しています。ただ1割の職員はひどいです。女性を海中に頭を沈み込んで何度も何度も水を飲ませて気分を悪くして、先週は2回緊急搬送されています。一人の方は肩をもう青あざだらけになっていました。信じられないです。そういった状況が今辺野古の現場で起こっています。ただこの1割の海上保安庁の職員を止められない職員たち、それから現場の状況を知っていながらそれを指導しないあなた方の責任、本当に重たい。海上保安庁の名前をもう看板外してください。そのぐらいのことを今行っているんですよ。日本の本土の日本のですね、海上を守るべき役割の人たちがそれをですね、アメリカの基地を作るためにそれで反対して市民を暴力で排除してそれでね、あなた方の仕事をステージという状況が起きて、なおあなた方こういうふうに自分たちの仕事を保っているの？もう全く理解し、状況全く分からないよ。しかも、そんな大義名分とかじゃなくて女性に対して暴力を振るって、その暴力を強制するような検討、それから信じられないことですから、ここで言いますけど、その海の中に沈めた女性というのは一番本当に優しくて、自分が本当に弱い自分がその海に出ることでみんなを勇気づけられるんじゃなくて、そういう気持ちでその出てるその女の子は、その沈められた後、沈めた職員がなんて声をかけたと思いますか？私があなたを助けたんだよ、よかったね、私があなたを助けたんだよ、私がいてよかったねって3回も呟いたそうです。セカンドレイプですよこれ。何を考えてるんだ方は。現場で何が行われているかしっかりと確認してください。後からいよいよ出てきてこんなこと知らなかったとかとんでもないですよ。絶対に言えないですよ。ここでもあなた方は今聞いてますよ。私は今直接あなた方に報告をしました。今日のデイズジャパンにもあなた方の暴力が写真に写ってますよね。後ろの手に海保太郎、自称海保太郎、
それから顔がね、目が優しい、私たちはベビーフェイスって言ってますよ。こいつも素顔、私たち写真撮ってますよ。こいつは2人とも彼女に最強暴力を振ってますけど、結局はですね、午前中私たちにゲート前で止められて、中に侵入するのを止められた腹いせに今回暴力を振ってるんですよ。自分たちの職業は権力を持ってる、本当に暴力を振るってですね、いい職業じゃないんですよ。とこの方は特に4件ですね、4件の特別国家公務員暴行陵辱罪で訴えられている、私たちの中身ずっと傷をつけているその人間が今回表紙に写っています。これは日本のみんなに 目にさらされています。あなた方がやっている暴力がこれからもどんどんあからさまにどんどん表に出てきます。あなた方今のうちですよ、ここに座っているあるも今にあなた方全員ですね、白日の下に照らして、あなた方の子供たちにも、あなた方のお父さんお母さんがどんなことをどんな仕事をやってるかっていうのを白日のもとに出していきましょう。そうならない前にあなた方仕事をやめなさい、もしくは今やってる仕事を否定して上申しなさい。今やってることを止められるように、今できることを精一杯、あなた方自分の力を精一杯振るって動きなさい。今それがあなた方大人の責任だよ。お願いします。以上です。ありがとうございました。いつでもいいですよ。はい、私たちは沖縄県民は全てのあらゆる民主的な手段で辺野古新基地建設にノーという民意を示してきました。にもかかわらずあなた方は暴力で私たちを押さえつけようとします。私たちはもはや残されているのはそこに座り込んであなた方が通るのを排除し、それから作業員を中に入れない、そういった取り組み、座り込んで、それを行っていくこと、それしか残されています。だから私たちはそこに座り込めます。その座り込みの時に、歌っている座り込み、ここへ座り込めという歌を、これから歌いたいと思います。よろしくお願いします。座り込め、ここへ座り込め、腕組んで、あなた方一人一人の行動は白日のもとに絶対にさらしていきます。あなた方今すぐ仕事を辞めるか、もしくは今やってる仕事を改めなさい。よろしくお願いします。じゃあ、もうじゃあコール行っちゃいますよ。スプレーコール。